汎用キャンピングキャリアを装備し、大量の荷物を搭載したランダナーキャンピング車とは、大量の荷物を積載可能な長距離移動用自転車。1週間以上の長期旅行向けの用途で使われる。長期間のキャンプを想定した、大量の荷物を積載し、長距離を走行することを目的とする自転車である。見た目はランドナーと似ているが、ランドナーは、 中旅行程度までである。ランドナーにパニア用サイド枠を4つを付ければ、キャンピング車のようにもなる。しかし、本格的なキャンピング車は大量の荷物の積載を可能にするために特化した構成となっており、大型キャリアや積載重量に耐えうる太いタイヤを有する。一般的なランドナーよりも、肉厚のクロムモリーブ電工や、ハイの管を用いるなど、 重量化して強度を優先した構造の設計方針で製作されたフレームが用いられる。ダイヤモンドフレームはクロスドシートステーで強化され、世界一周用になるとボトムブラケット部分などに強化するためのパイプが溶接されることもある。前後のエンドにはキャリア装着用のダボが2個ずつ装着され、フォーククラウンはキャリア自家付け用のネジ付けになることが多い。 フォークやシートステイの中央部等にキャリア固定用の台座が直付けする場合もある。本格的なキャンピングの装備は荷物だけで 30kg 前後になることもしばしある。故に車重と搭乗者の体重を加えると総重量110から 130kg の金棒になることが予想できることから、それ相応の最大荷重を有する太いタイヤが採用されている。 強力なセンタープルブレーキか、感知レバーブレーキの利用が大半である。ブレーキレバーには、セーフティレバーを装着したり、あるいは、ギドネットレバーを採用する例も見られる。ドロンよけはジャリ、砂利や、泥ハね等から、搭乗者を守るために、重要な装備である。幅広タイヤに合わせて、極太のマッドガードが装着される。レフォールの製品を模して、キッコウ型や、 溝状にへこませたタイプなどのパターンをつけた衣装が多い。専用のキャリアを装着する。通常はフロントキャリア、フロント左右、サイドキャリア、リア左右、サイドキャリアの3点で5バッグの構成をとる。サドル部分はキャンプ用のマットやシート、予備タイヤ等がぶら下げてくくりつけられる場合が多く、サドルバッグの装着は少ない。これらに加え、 リアキャリアを装着し、さらに大量の荷物を積載する場合も見られる。例えば、ルネールスのキャンピング車に見られるような頑丈で大型のフロントキャリアとサイドキャリアが用いられる。これら、ルネスタイルのキャリアには大きく分けて3種類ほどあるが、いずれもバッグをぶら下げる構造となっている。荷物の積載配分は、フロントサイドに、各 8kg、リアサイドに、 各 6kg、フロントバッグに 2kg ほどの割合で総計で 30kg の積載になる。キャリアには、そうした大量の荷物に耐えうる構造が必要である。なお後ろ側の荷物を重くすると、シミー現象が起きて操縦が困難になったり、キャリア破損を起こす場合があるので注意されたい。キャンピング車では、強度や耐久性を優先し、 かつ自転車の通行可能な道路が続いている限り、目的地まで自走することを想定しているため、和光はあまり考えられていない。ありがとうございます。